BMW は5月24日、ミドルクラスセダン、5シリーズセダン、新型の EV、i5 に、欧州で高性能グレードの M60X ドライブを設定すると発表した。0、100km、H 加速3.8秒で最高速は時速 230km。M60X ドライブでは、 モーターの最大出力はフロントが 261HP、リアが 340HP。システム全体で 517HP のパワーと 81.1Kgm のトルクを引き出し、4輪を駆動する。マイモードスポーツを選択すると、パワーは 601HP に強化。M スポーツブーストまたは M ロンチコントロール作動時には、 システム全体のトルクは最大83.6 kgm に引き上げられる。これにより 0-100kmH 加速3.8秒、最高速時速 230km リミッター作動の性能を可能にした。コンパクト設計の高電圧バッテリーは、蓄電容量が 81.2kWh で床下にレイアウトされた。 1>, 1階の充電での航続は最大 516kmWLTP サイクルに到達する。ハイウェイアシスタントは、視線誘導によって先行者との距離を調整する。さらに、ステアリングの調整や車線変更を初めて行うなど、自動運転機能を新たな次元に引き上げているという。 最新の BMW バーティカルダイナミクスマネジメントアダプティブサスペンションプロフェッショナルが装備される BMW の伝統のドライビングプレジャーを実現するために7シリーズに迫る乗り心地と3シリーズのスポーツアジリティを融合しているという最新の BMW バーティカルダイナミクスマネジメントを採用するこれにより スポーツ性能の向上と従来型5シリーズから進化した乗り心地を両立することを目指す。最新の BMW バーティカルダイナミクスマネジメントは第9世代になる。この技術は新開発の広範囲にネットワーク化された制御ロジックに基づいており、車速、ステアリング角度、溶励と加速度などのデータを考慮して、 理想的な減衰力を追求する。新システムでは、数学的に必要な減衰力を計算するのではなく、現在の走行データを物理的に計算することを優先している。これにより、あらゆるドライビングシーンにおいて、明確なボディコントロールと正確なサスペンションレスポンスを実現しているという。ダッシュボード全体に広がる。 BMW インタラクションバー。新デザインのスポーツシートが標準装備された。コンフォートシートは電動で様々な調整が可能。また、ブランドで初めてフルビーガンインテリアを標準装備した。シート、ダッシュボード、ドアパネル、ステアリングホイールなどに、動物由来のレザーの使用を取りやめた。シート表皮は、 レザーに似た特性を持つベガンサだ。コックピットは操作スイッチの数が大幅に削減された。これは一層のデジタル化を進めたことの効果だ。フルデジタルディスプレイの BMW カーブドディスプレイは12.3インチのインフォメーションディスプレイと14.9インチのコントロールディスプレイで構成されている。 コントロールパネルやセンターコンソールのセレクターレバーには触覚フィードバックを採用した。ステアリングホイールは3本スポークの M レザー仕様だ。BMW インタラクションバーはクリスタルサーフェス構造を採用したバックライト付きのバーがダッシュボード全体からドアパネルまで広がる。タッチセンサー付きのコントロールパネルも採用している。